日本語コンペ日本語学習者の皆さんとちょっと寝る前に話をするポッドキャスト今日は仕事のストレスについて はい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 夜ですよ夜皆さん元気ですか今日はどんな日でしたか「日本語コンテッペースリープ」の時間ですねあのまあ大抵の人ね一日の終わりに疲れてるでしょえー、どうしてですかねもちろん仕事をしたからですよねまあ週末はちょっと違うけど たくさんの人は月曜日から金曜日まで仕事をしてるでしょ。そして、まあ朝から夜まで、ね、夕方夜ぐらいまで仕事をしてますよね。家に帰ってきて、晩ご飯食べて、ソファに座って、ああ、今日も疲れたなそんな感じの人が多いと思います。僕の奥さんも そういう人の一人ですね。ええー、僕はちょっと違いますよね。僕はいつも言うようにストレスがないんですね。いや、厳密に言えば仕事のストレスがないんですね。僕のストレスはまあ、家族とか子供のこととか。まあ、そういうのはもちろん、たまに。 というか毎日ありますよ。まあ、ま、子供はやっぱり大変ですからね。子供は大変だから子供なんですよね。あの、まだまだ子供だから、あのいろなことがありますよね。本当に。本当に本当に。今日もね。雨の中外を歩いてたら傘を差したくないとか言うんですよね。もうわけわかんないでしょ。で、そういうストレスはあるんですけど、あの？ 幸運なことに、幸運ですよね。幸運なことに、えー、僕は本当にストレスのない仕事をしている。むしろ仕事と思っていないような仕事をしている。ね、日本語を教えている。いや、日本語教えてるのかな <laughs> もうそれさえもわからないようなスタイルで日本語を教えている。まあ、これは僕が作った方法ではなくて、 僕があの英語を勉強したりスペイン語を勉強してた時に、僕の先生がそういう人だったんですよね。前も話したことがあると思いますね。僕はロンドンで出会った英語の先生はとにかく話をする人、とにかく会話を大事にしている人。僕は毎日ポッドキャストを聞いて、えー、BBC やチャンネルフォーやチャンネルスリーやチャンネルなんかいろいろあるでしょ。いろいろなイギリスのテレビを見て。 でたくさんのインプットをしてたくさん本を読んで学校で英語の学校ですね英語の学校でやったことといえばその先生とディスカッションいろいろな話とにかくいろいろな話先生にタブーはない全てのトピックについて僕と話してくれるそういう先生だった本当に理想的な先生でしたその先生の方法が僕の今の方法 と同じ、ね、今の教え方と同じスペイン語もそうでしたねスペイン語の学校の先生じゃなくてそれはオンラインのねあの僕のオンラインのスペイン語の先生何人かいました何人かいたけど僕が一番好きだった先生は会話の先生とにかくいろいろなトピックをあの話したそれで僕のスペイン語はどん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 良くなっていっただから僕もそのスタイルを使ってます ととににかかくく話話す。とにかく会話をす会をる、まあ。人によってはね会話をすることだけでもストレスになるかもしれない、ね、まあそういう先生もいるでしょうでもそういう先生は多分向いてないですねそのスタイルに合ってないかもしれない僕は違う僕はこのスタイルが大好き僕はこのスタイルでストレスを感じたことがない、ね、だから僕は毎日ストレスがないんですねポッドキャストもそう 僕にとってポッドキャストを撮ることは全然ストレスじゃない。好きなこと、大好きなこと、楽しいこと、毎日続けられること、毎日毎日たくさんできること、たくさんやってもたくさんやってもストレスがないこと。まあ、多少疲れることはあるけど、いい疲れですよね。全然嫌な疲れじゃない。いい疲れ。だから僕はラッキーでしょう。だけど、まあ、たくさんの人たちは、 仕事,があの仕事から帰ってくるとまあストレスがありますよねほとんどの人は家に帰る途中それをスイッチオフできるでしょうねオンからオフに歩きながらでも僕の奥さん今日家に帰ってちょっと仕事を続けなければいけなかったでその時に家の中にね スストレスががすすすごい残ってるる感じがするんででよね今でももう今夜の9時まだなんかこの部屋の中にストレスが残ってる気がするどうすればいいかな奥さんはなんか言ってましたね「ああ仕事が終わってお酒を飲みたい人の気持ちが今日はよくわかる」はい <laughs> どうするのかなこのあと奥さんビールかなんか飲むのかなわかりません ストレスのためにビールを飲む、スストレスをこうなくすためにもしくは忘れるためにビールを飲むお酒を飲むのはあんまりいいお酒の飲み方じゃないですよねでも実際たくさんの人は仕事のあとにお酒を飲むでしょうただそれはやっぱり気をつけないといけないですねそうそれはだって毎日ストレスを感じるからじゃあ毎日お酒が必要になりますよね もっと大きいストレスがあればもっとたくさん飲まなきゃいけないでしょそれはちょっと健康のために良くないですよねだから何か違う方法があった方がいいですよねまあ奥さんのせいじゃないけど多分奥さんみたいなタイプの人は家で仕事をするべきじゃないですよねオフィスで全部仕事をして家はオフにする多分そういうやり方がいいんだと思うたくさんの人は 家にあのストレスを持って帰ってベッドルームにストレスがまだあってそれはやっぱり気をつけた方がいいかもしれないですね。スストレスがなくななくることは多分ないでしょう。だけどやっぱりオンとオフ、ね、自分があのストレスフリーな場所例えば自分のベッドルームとかそういうものは残しておいた方がいいかもしれません。 この後お酒飲むのかな。<laughs> 飲むとしたら僕も一緒に飲むんでしょうかそしてたくさんのあの愚痴を聞くのかな分かりません、はい、まあたまにはね愚痴を言いたくなる時もあるでしょうそういう時は少しは聞いてあげた方がいいかもしれませんというわけでそろそろ時間ですねチャオチャオアスタレゴまたねまたねまたね